ピセラ TV ノブです。ミキティです。ハプセラ TV いやあ、ちょっと息切れてますよ。もうちょっと爆笑問題っぽいということですちゅうか、ちゃんと回れてないしぐらついちゃった、はい、はい、で、今回は、うん、肩こりっつったら、うん、どこの骨がまず関係してますか。いろいろりん、肩甲骨ですね、はい、腰と言ったらどこの骨と関係しますか。骨盤。そうですね、うん、骨盤。そのね、結構連動性っていうのがあって、あ、例えば、うん、右こりの人とすると、うん、右の肩甲骨がちょっと内巻いてたり、あの前肩だったりするわけですよ、うんうん、辛い人がね、うんうんうん、で、腸骨じゃ、腸じゃない、あの、うん、肩甲骨を動かしたいわけじゃん、うん、肩こりの人はね、うん、で、逆に右の腰が痛い人、右肩、右腰、なんで多いんだろうね、あれね。あ、こっちでみたいな。そう、左の人は左の肩辛くて左の腰が辛い。結構昔でもそれね、追いかけたことある。それなんでか、なんでか、うん、あ、でもなんか私はなんかアシンメトリーでとか言って、ほら体式とかだと、うん、右肩痛かったら左腰が辛くてってこうって反転、あ、クロス、クロスしますよ。いや、そういうことじゃなくて、うん、と思って、いや、クロスを聞いてたんだけど、でもなんかその凝りの痛みっていうのは歯医者さんが一回言ってたのが、うん、なんか右でいっぱい噛む人っていうのは、うん、右に信号をすごい送ってて、うん、そっちの筋肉が緊張するから、うんうん、そっちが全身凝っちゃうよみたいな。あ、それもあるのかもしれない、うん、あ、歯医者さん言ってたんだ。似てた。そう、歯医者さんでもね、そういう整体の方が好きな人結構詳しい人いるよね。いるいるいる。セミナーとか受けてる人もいるからね、整体もね、うんうんうん、あとね、一時期だからなんでかなと思って、うん、クロスじゃないと重力に対してまっすぐいかない、うん、まあ、立てないよねって思って、うん、でも右肩悪くて右腰悪かったら変なバランスになっちゃう、うん、でもちゃんと生活というかバランス取れてるわけじゃん、うん、だからそこ追っかけるのやめようと思って、意味がないと思って、だからバランスじゃねえなと思って。なるほど、バランスじゃなくないと思って、うんうんうん、まあでもね、そう追っかけるとキリがないんだけど、でも言えることは圧倒的にね、右の人は辛さが、うん、圧倒的に左の筋力弱いです。左の腕と左の足、私じゃん、うん、右の人はそう、うん、そっち行き、やっぱ筋力の関係が大きいっすよ、うんうんうん、あともうね、脳にな、ちのもう刷り込まれてます、あの右が悪いっていうことを勝手にね。で、初動作何でもする時に力入るのが右になっちゃってるわけですよ、うんうん、何でもそう、なんかね、ちょっとふとした時に気づいてみて、うんうん、何でもね、右が悪い人の話ですよ、右に力入っちゃってる、はい、階段登る時、そう、なんかこっちに向く時とか、そう、全部そこが軸かも。そう、うん、なんだろうね、まあ、そこを追っかけてる人いるかもね、もしかしたら、うんうんうん、初動作は右なんですよ、右の方が力入りすぎてるの、うん、圧倒的に。なるほど。日常生活でね、不意にね、うん、ああやっぱ右だと思って、右力って、右力抜けないんだよね、なんかね、だからそこ向かないと本当は根本的に改善しないのかもしれないけど、うんうん、まあ、その辺の腸骨と骨盤ね、イコール今日腸骨の関係と肩甲骨は連動してんのかと思ってたら、うん、ちょっとほぐしで、うん、もうなんか腰痛い人も肩こりの人も一緒にやっちゃえみたいな、うん、一緒に一緒になんかすごそう一緒にやっちゃえほぐしがあるんですよ。おあの、だから一つの技に飽きた人はちょっと使ってみてください、うん、じゃあ行ってみましょう、はい、はい、レッツゴー、行ってみよう。はい、同時ほぐしいきますね。結構腸骨、これ腸骨ね、腸骨、ここの部分、腸骨ほぐしたりするわけじゃない、こうで、肩甲骨ね、肩甲骨もこう揺らしたり転圧したりほぐしたりしますよね、うん、で、思ったのは肩甲骨こうやります、うん、で、肩こりのどうかなーってこういろいろ見るわけじゃないですか、肩甲骨動かしてこう持ち上げたり、うん、おおお、で、腰痛い人ね、ここの張り見ながら腸骨動かして、うん、こう大天使周りから下の方の座骨の方でね、こう揺らして肩さみたりして、で、これ同時にできないかなと思って、うん、だからちょっとね、これ気持ちいいかどうかをミキティに、うん、ちょっと見て
気持ちいいからお客さんの気持ち聞いてないこれはこことここロックして、うん、こう、ああでもいいかも、本当、うん、あいいですよこれ、あいい、うん、うん、これね、そんな力使わないし、疲れない全然疲れない、すごい疲れそうだけど全然疲れない、ちょっとやってみて後で、うん、で、ここはもうしばらくやってたらそのまま横に行きたいので横、うんうんうん、腰部のこっちのこりと、うんうん、あとこう肋骨、肋間筋狙ってほぐしたり、うん、してまた戻ってこうこっち行ったり、こっち行ったりなんだったらこう少しこう剥がしてこういろんなバリエ進展して、そうそう、わあとこういう感じもあるし、これ効く、うん、効く、うん、あ使えるよ、うん、すごい、これ出張だと横になるんできついんですよ、ベッドだと下に降りれるんで、でも出張でやるんだよ私は、うんうん、出張で、うん、こっちとこっちで、うん、でこっちに行ったりして、うん、肋骨をほぐし合って、うん、内回し？なんだ？あ、自然にやってる。反時計回りだね、こっちは、うん、こっちだとなんか回りづらいイメージがあるんだよな、うんうん、こっちの方をこう押し下げられるっていうか、こっちで押し上げちゃうんだよね、うん、そうだ、自然にやってんだ、ここの腰線関節理解したいので、私常に頭の中、うんうんうん、こう下に行きたいわけ、あ、そういうことなんだ、うん、こうだと押し上がっちゃうんだよね、うん、やっちゃダメとかじゃないと思う、うんうんうん、これは時計回りだね、うん、まあ、こっちでもいいんだろうけど、これね確かねなんか細かく言ってる人がいた、どっちの方が正解みたいな、でも正解ないと思うんだけど、うんうんうん、いた、うんうん、そうするとこのね肩甲骨とお腰部の腫れが肩こり腰痛改善していきますよバージョンでした。ちょっと交代してみる、やってみる、ネクスト、こことここを、うん、こうやってた、まず先一つずつやってみようか、こう位置が違う、あそれ腸骨じゃない、下すぎる、ここ、もっと上、違う、うん、ここ乗っけちゃう感じ、ここ、うんうん、うん、ここ、うん、この下？下じゃない、上、上だよね、うん、ここ上すぎ、あれあれあれ、受けてるよ、俺が分かんなくなって、ここ立てすぎ、なんだ、うん、あの、腸骨こうなってんじゃん、うん、これをこう、こう、全体を捉える感じ、こう、うん、なんか違うんだよ、なんか違うね、うん、違う、ああ、近くなってきた、うんうん、ちょっと今、座ってる位置をこうもっとこっちにして、うん、対こっちが対角線みたいになるようにして、うんうん、で、こっちがこう、うん、それはそれで肩甲骨回るような感じで、うんうん、あ、こう、あ、待って、間違った、こうだ、こう、うん、うん、そうそうそう、あ、なんかお得感があるかもね、ダブルでやられると、うん、なんか、うん、で、これさ、前さ、こうこういうのやったじゃないですか、うん、なんかあ、それでもいいけど、これなんか肘の方が痛い、もっと柔らかく、うん、柔らかく痛いこれ弱いね、肩じゃあ、こうしちゃってやる方が楽だ、あ、やる方が楽だね、うん、あ、肘の方が、うん、あれやってみて、やってみて、痛くてもいいですね、うん、あ、なるほど、てあれ両肘でいけるの、それもしかして、あ、いけるんだ、いけるいける、いけてるこれ、超楽だよ肘でいきましょういけるわ、うん、私はさ、こっちはいつも下げるんですよ、こうやって、うん、いいと思うよ、下げて、うん、うん、で、こっちは、こうか、うん、でそうするとさ、同じ方向になっちゃうね、こうやってねでも、ちょっと臀部が当たってないかな、やっぱな、さっき当たってたんだよね、きっと、うん、立ち位置が変わっちゃった、もうそうなると、理事機能が気持ちいいのかもね、あの、仙骨、あの、腸骨に関しては、うん、そっちの方が、うん、そう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 、おお、うん、ダブルで肘でいけるね、これ強さどうなの、なんか手のひらよりいいかも、新発売、新発売ミキティバージョン新発売、いやいやだし、まあこっちの方がいいかも、これやるぞ手のひらも変えてみて、あ、待って反対こうだったんだね、さっきはね、でもこれが私が多分取りづらいんですよね、うん、これが
さっきそうか小指側に行っちゃってたんだ、うんうん、なんか親指側で行くとこんな感じでもなんかちょっと、まあ、ピンときてないわそれで、うん、これだったら、この角度が苦手なんだ結構低いから、うん、あでそれがこっちおめっちゃゴリゴリいますね、うん、これめっちゃ楽全然いいと思います、うん、ダブルいけるねダブルそうですね結構肩の筋トレになります。あそう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 。うん、ああこれはいいですね。うん、ダブル。なんかちょっと腕が疲れてきました。はい。はい。ネクスト。はいまとめです。うん、肩甲骨と。うん腸骨同時ほぐしでした。いや超進化してまたちょ想像と違うなんか毎回何かでねこうここでやってみたりとかああここでやってみたり進化していく進化していくいやよかったあちょっとね筋トレにはなるけどあ、うん、よくさバストアップでこうやったりするじゃんバストアップとかにあの施術者はいい運動になるからでやった後伸ばさなきゃダメああ伸ばしてねうん、うんうん、いやあなんかお客さんに聞いてないので、うん、感想を、うん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 、これどうですかとかあんま聞かないでしょ、うん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 、だから今聞いていいっていうんで、うん、いやお得感すごいやっぱ俺もそう、うん、そっちの方があった、うん、あのどっちかといえばそこにやってるとこ集中するけど、うん、ダブルだと、うん、なんかどっちも集中というより、うんうん、違う心理になるねそうお得感がある、うん、お得感一つでも両方やられてるんであと終わった後の今の体感として、うん、やっぱりこことここにポイントを置いた施術だったからなんかねバランスがいいあ受け答えのかあと残る感覚は私すごい大事なのであと残る感覚としてすごいバランスいいですやっぱ ここだけすごいやられたって感じもないじゃんあそうだって一緒にやってるからあ、うん、できればねそうなると間もできればねそれをそうですねそうだそうだ、うんうん、ちょっとやるとまた満足度が上がる、うん、あいいんだねいけるねじゃね、うん、あ俺受けた感じもお得かならみたいな、うん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 、でもこれも練習やね上手にやらないとそうです、ね、逆にね不快になっちゃう場合どうやってんだみたいなね、うん、さっきもあのお尻側の腸骨のところは私がさっきやってて最初小指側で立ててたけどこっち立てたりとか、うん、なんかねあいろいろ変えてのんちゃんやりやすいはずなんだけど、うん、やっぱりこうすごい細かい角度の取り方がすごいなんていうの繊細な位置だと思うんですよあ骨がこう出っ張ってる位置だから、うんうん、だからなかなか狙うのが角度的に難しかったなんか横から行くでもなくこうなんか多分そこに対して垂直っていうのが結構難しかったうん、うん、そうだよねあそこは大天使があるんで、うん、どこに乗っけるかなんだよね、うん、でミッティ対象はね多分ね小殿筋とか中殿筋とかそっちに行っちゃってたよ、うんうん、そう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 、うん、だよね、うん、だから腸全体を俺どっち下じゃなくてどっちかというとこの辺だったんだろうね多分ねこの虹みたいなこうくぼみんとこ、うん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 、だと思うここに入れて下すぎたんだ多分そうだね下すぎたあ横座っちゃうと横になっちゃうのかもしれないね、うんうんうん、だからちょっとこうなるのかもねそっかそっか、うんうん、だから実際こう角度はこうなんだよね腸骨に対して肩甲骨に対してもこれ斜めがこうこういう感じだよね、うんうん、こうじゃないのねそうですね、うん、さっきすごいこうやってた、うん、でもあの離乗筋のところをやる肘のやつはもうほんと真上からいけたんだけど、うん、音がゴリゴリなるからどっちもやっててあこれで合ってるやってる場所合ってるなっていうあ分かりやすい、うん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 、すごいこれはいいおー、うん、進化してますね、はい、あとこれね指痛すぎる人はこのねそうですねこれ第二関節使って、ね、使ってこういろいろ背骨も押せるし、うん、仙骨とかもいけるし、うん、どこでもいけちゃうねね本当ですねでもこれに飽きたら、うん、中指でもいけます確かに俺この前ちょっと登山でやっちまって中指がね痛いですよおあっていうぐらい今、何が痛いのか分かんないのあそうなんだもうなんかやっちまってんだよね、うんあ施術とかに影響はないんだけど、うんうん、ここは押すとねおおって言われてこれぐらい、なんか骨折してんのかなええー、ちょっと並べてみたらいやそこまでないんだよねここちょっと太いねいや腫れてますよ腫れてるね腫れてるよそこまでちゃんと見てなかったただ痛えなぐらいの腫れてると腫れてるね、うんうんうん、膨らんでんじゃんちょっと見てもらうと見えかもしれないですね変な形のまま固まったのうんここが、うんあのこうやって触るとあ痛いあってぐらい痛い、1年半前こけたやつやっと治ったんだけど小指もねやっちゃって、なかなか治んなかったけど最近治ったんだよドキャー
気をつけます。そう、あさって明日、明日、明日も気をつけて。明日、那須岳日本百名山、うん、行ってきます。いいですね。はい、あ、登山の YouTube もたまには出したいか。あ、そうですね、うん、あと登山のもあるんだよね。登山部の YouTube あるんだけど、うん、あれ結構今どこもなかなか行けない人絶対癒しになると思うんですよ。見た方がいい。まあ登山の YouTube いっぱいあるけどね、うん、他見た方がいい、綺麗だと思う。やめないやいやいや、本当にあの俺いろんなやつ見るから。なな今度だから那須岳行くから、うん、那須岳の YouTube 多分20本ぐらい見てると思う。情報を仕入れるわけです。なるほど、すごい。でもね、やっぱ撮ってる人によって、うん、ここめっちゃ怖い、好感度ある、無理とか言ってる人いるけど、他の人は、うん、あ、この山は危ないところ一箇所もないですねとか、なんだ言ってること全然違うなみたいな。まあ人によってだから、ね、気をつけていきましょうって話ですね。ですね、はい、ふざけられないでね、当然は、ね、一発アウトだからね。一発アウト。そうそう。さよならみたいな。ということで、はい、今回もね、よかったら高評価ね、ポチッと。はい、いや、これ絶対やった方がいい。ね、練習してね、練習しながらね、うん、やりましょうね。あの パートナーとか、あと相手に、ね、聞いて、どうか聞きながら、うん、それをできたらお客さんも使うっていう順番で。はい、コメントの方も何かあったらお願いします。はい、はい、じゃあご視聴ありがとうございました。またね。少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。